8歳の時に書いた20歳の自分への手紙に、夢はモデルか歌手と書いた。あの日からずっと願ってきた夢だけど、私は小さい頃から洋服が好きだった。小学4年生ぐらいかな、だんだん見た目になんかやっぱり磨きをかけたいお年頃じゃないですか。それでファッション雑誌とかを買い始めたのがきっかけで、私がその紙面で見た時にこの子可愛いって思った感情を私がそっち側になれたらいいなって、今小学生ぐらいの子たちがファッションとかにもっと興味を持ってもらえるようなあのインフルエンサーになれたらいいなって。絵を描いたり写真を撮ったりするのも好き。好きな写真家さんとかの写真を見るのがすごい好きで今も好きなんですけど、おしゃれな写真とかを見るのが好きで、どっちかというと風景とか綺麗な景色のところとかで写真を撮りたいっていうのがなんか心の中にあって、その時はあの加入前の本当にギリギリだったので、写真始めようって思ってアイドルになってたって感じです。埼玉県から来ました中学3年生14歳金村美久です。一度モデルのオーディションにそのアイドル受ける前に1回だけ送ったことがあって、それも一時で多分なくなったんですけど、まあそうだよなっていう思って、でもなんかやっぱり負けず嫌いなところが自分にもあって、人生一回しかないし、その時に兄がその乃木坂さんを好きで見たのがきっかけで、だから金村美久さん呼ばれた時なんかみんな嬉しいと思うんですよ。私はなんかえって感じで、もう頭がもう混乱してて、でなんか受かったことはもちろん嬉しいんですけど、これから先どうなっていくんだろうっていうのがやっぱり頭の中にこうパーって出てきて、そこが不安でした。最初の頃はもう必死でやっぱり何か残さなきゃいけないとか、なんか目立つようなことをしなきゃいけないとか、アイドルなんて務まらないんじゃないかっていう不安の方が勝ってしまって、なんかなんか怖かったです。でも一人から始まり12人に増えたひらがなけやきで、今は9人も後輩が増えて、もっともっと頼もしくハッピーオーラで包まれたひらがなけやきを今の20人で育てていきたいなと思っています。最初の頃はなんか目立つようなことをしなきゃいけないってもうすごい考えたと思うんですけど、でもそういうことじゃないなって思って、自分が目立つために無理にするために入ったわけじゃないし、みんなで頑張るみたいな、そういう団結力大事だなっていう変化。夢は今も変わっていない。でも新しい夢ができたので、それを目標に、せーの、健康優先的なキラキラ輝き健康ボディシーズ。新
しい夢は世界一のアイドルグループになること。だからまずはこの新しい夢を叶えるために必死に努力していきたい。また取りに来るね。金村美玖。